こんにちは。今回は数の性質、約数の個数を出す問題です。問題内容を確認しますね。377を6個かけた数、これを A とします。A の約数のうち、14で割ると1余るものはいくつありますか？また15で割ると1余るもの、これはいくつありますか？ただし、どちらにも1は含めるものとします。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。まず約数の個数ですけれども、こういうふうな条件がなくても、A の約数ですね。これが全部でいくつあるか。これが出せないとこの問題は解けないですね。まず A の約数の個数を考えていきます。約数っていうのはこれを割れる数ですね。同じ数を6つかけています。377。これそのものがいくつで割れるか。これを考えていかないといけないです。もちろん素数の小さいものから順番に。2、3、5、7、11、13。こういう数で割っていって割れる数っていうのを探していきますけれども、2では割れないですね。1の位が偶数でない。これは割れないです。3で割れるためには各位の和が3の倍数。3、7、7足すと17。これ3では割れない。1の位が0か5でないと5の倍数ではない。7、これは割ってみないと仕方がないですね。377、7で割ってみたら割り切れない。11に関しても割り切れない。13で割った時に377ですね。これ13で割ると、これは2で26の117、9ですね。これちょうど割り切れることになりますから、これ 13×29。こういう風に表すことができます。ということは、A っていう数は377ですね。これを6個かけたものだから、A イコール、13を6回かけたもの。29を6回かけたもの。こういう風に表すことができます。約数っていうのはこの数ですね。これを実際に割り切ることができる数。13の6乗かける29の6乗。これを分数の分子と見立てて、ここの分母に入れて答えですね。これが整数になるもの。これが約数です。ということは13と29しかかけてないわけですから、この下に入る数ですよね。3とか5とか7、こういった数入らないです。13か29ですね。もっと言うと13をいくつかかけた数、そして29をいくつかかけた数、これの掛け算で表すことができる数。これを約数と言います。具体的に言いますと、13をいくつかって言いましたけど、13一切使ってない場合、これを1とします。13、13の2乗、13の3乗、こういう風に13の6乗まで。これ13について7通りですね。29に関しても1、29、29の2乗。こういう風に言って29の6乗。ここから1つ、ここから1つ取り出して、これの組み合わせですね。これをかけてできるものがこれの約数になります。っていうことは、これの約数の個数ですね。こっちで7通り、こっちで7通り。全部で49があることがわかります。そのうち14で割ると1余るもの、15で割ると1余るもの。これをそれぞれ求めていくことになります。こういうふうに余りによる組み分け、小学校で習うのは一番簡単なのは2で割った時の組み分けですね。2で割った時に割り切れるもの、余りが0になるものですね。これを偶数と言います。割る2で余りが0になるもの。割る2で余りが1になるもの。これを奇数と言います。ですから偶数のグループ0、2、4、6、8。奇数のグループ、1、3、5、7、9。こういう風になりますね。偶数と偶数、足したら、余りが0のもの同士足すと偶数。掛け合わしても偶数。余りが0のものと余りが1のものですね。足すと奇数。掛け合わしたら偶数になる。これ小学校で習うことですね。余りによる組み分けの問題、こういうふうに割る2だけじゃなくて、割る3、割る4、割る5。これは昔から中学入試に出ています。この問題と違ってもっと単純な問題なんですけれども、例えば割る3、3で割った時の余りですね。これによって整数をグループ分けします。余りが0のもの、余りが1のもの、余りが2のものですね。それぞれを A 組、B 組、C 組とします。これ0から変えていくと、0、3、6、9。余りが1のもの、1、4、7、10。余りが2のもの、2、5、8、11。
昔の中学入試でよく出てたのは A グループの数と B グループの数ですね。これ足すと何グループの数になりますかとか、A グループと B グループの数かけると何グループになりますか。それぞれのグループごとですね、足したりかけたりしたらどのグループに入りますか。この程度の問題で、あと難しくなるとしたらここの数ですね。これが5とか6とかもうちょっと大きくなってくるような問題ですね。こういう程度だったんですけれども、最近はだいぶ難しい問題になっていますね。割る3、割る5どころか、14で割ったり、15で割ったり、これの答えがどうなるかっていうのを考えていくような問題になっています。さあ、そこでです。A っていうのは13と29。これしか割れないわけですね。1から13の6乗まで。13についてはこれだけの候補があります。29については、まあ、29を使わない場合は1個、2個、そして3個、4個、5個、6個。これもこんだけの候補がありますね。それぞれを14で割ったとき、どういう風になるかっていうのを考えていきます。割る14の余りですね。これを考えていくことになります。考えやすいのは29の方です。1に関しては14で割ると余り1です。29、14で割ると2余り1ですね。29を2回かけた数、これどうなるでしょうか ?29 そのものを実際に掛け算しなくても、さっき簡単な数で余りによる組み分けの例題やりましたね。14で割って余り1の数ですね。これ同士を掛け合わせたもの。1×1 だけ見てあげたらいいんです。29の2乗っていうのは14で割ると余り1です。もちろん3乗、3回かけたものですね。14で割って余り1のもの。これ3回かけてもあまり変わらない。4にしても5にしても6個かけたものにしても、全部これは14で割ると余り1です。こっちはこういうふうに全部1になって簡単です。こっちどうなんでしょうか?もちろん最初の1ですね。これ14で割った時の余り1です。13に関して、13、14で割ると、余り13になりますね。余り13のグループっていう風に考えると、次やっぱり 13×13 っていうのをしていかないといけないです。ここでちょっと計算なくしておきましょう。余り13って考えるんじゃなくて、これ1足りないんですね。余りマイナス1。こういう風にして考えてあげます。13っていうのは14で割ったら余りマイナス1なんですね。じゃあ、この数ですね。仮に余りマイナス1のグループとします。あまりマイナス1同士の数ですね。これ掛け合わせた13の2乗、これはマイナス1、2回掛けた数ですね。169になります。ちょっとわかりにくかったこれについて実際に計算してもらったらいいです。 13×13 で169ですね。169っていうのは14で割ると12、あまり1になりますね。確かにあまり1になります。ということは、これにさらにこれをかけるわけですね。1にマイナス1をかけるわけですから、これマイナス1。さらにマイナス1かけて1。これマイナス1。ここ1。こういうふうに、13の方に関しても14で割った時の余りですね。これでグループ分けすることができました。じゃあ、ここから一つ、ここから一つ取り出して掛け算します。14で割って余り1になるのは、ここが1、ここが1。これの組み合わせだけですね。1×1 で余り1の数を作ることができます。じゃあ、こっちで1、2、3、4通りですね。こっちに関してはこれ全部です。7通りです。4通りと7通りですね。これ掛け合わせて全部で28通り。こういう風に考えることができます。じゃあ、15で割ると1余る数どういう風になりますか?同じように考えていこうと思います。14で割った余り、これについてグループ分けしたんで、今度は15で割った数ですね。これでグループ分けしていきます。さっきと同じように考えていくと、まずこっちから行きます。ここ1です。29っていうのは15で割ると1余り14ですけれども、これに関しても30だったら割り切れるわけですね。余りマイナス1です。で、ここが1、マイナス1、1、マイナス1、1。こういう風になりますね。13の方考えていきます。ここ1です。13は15で割ると余り13ですけど、これは2足りないんで、余りマイナス。マイナス2とマイナス2をかけて4。で、これがマイナス8。マイナス2とマイナス8かけると16ですね。16はさらに15で割って余り1。そしてこれがマイナス2、ここが4。こういう風に余りについて全てグループ分けすることができました。ここから一つ、ここから一つ取り出して余りが1のものを作るわけですね。1のもの、こっちが1であればこっちも1であったらいいと。
ここに対して1のものっていうのは2つあります。こっち1のもの、1、2、3、4ありますね。2通りかける4通りで8です。残りどうなってますかっていうと、マイナス2と1かけても、マイナス1かけても、どちらも1にはならないですね。4に関してもマイナス8にかけても、こっち側の数掛け合わせてあまり1にすることはできないです。っていうことは、こっちで2通り、こっちで4通り、2かける4で全部で8通り。こういう風に出すことができますね。いろんな知識が前提となる問題になっています。あまりによる組み分けの問題ですね。灘中に限らず、今後難関中学校の中学入試で出されることもあると思います。基本的なことだけでも押さえておくようにしておきましょう。はい、次回の問題です。かなり文章長いです。割合の文章題、商売に関する問題ですね。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。